マリー・ルイーズ・テレーズ・ビクトワールド・フランスは、フランス王類十五世と、王妃、マリー・レクザンスカの五女。マダム・カトリエームと呼ばれ、成長すると、マダム・ビクトワールと呼ばれた。メダムと呼ばれた、王女姉妹の一員であった。ベルサイユ宮殿で生まれた。年上の兄弟姉妹たちとは違い、一歳年上の姉、アデラ・イドと共に、フォントブロ修道院で育てられた。 アデライードや妹、ソフィー同様に父の公めかけ、デュバリー夫人を嫌い、おいの妻、マリー・アントワネットを焚きつけて、夫人と対立させたことが知られる。ルイ15世の死後は、ベルサイユ宮殿を去り、おいのルイ16世から与えられた、ベルビュー城にて姉妹で過ごした。1789年10月、革命政府により姉のアデライードと一緒にベルビュー城に、監禁された。 釈放されるまでは、アルネルダックで数日を過ごし、1791年2月に、イタリアへ立った。トリノで、名のサルデーニャを、カルロエマヌエーレ4世ヒクロティルデを訪問した後、4月に、ローマに到着した。革命政府の影響が及ぶにつれ、ローマにいられなくなり、同年のうちに、マリアントワネットの姉、マリア・カロリーナを、頼りナポリへ移った。 1799年にギリシャコルフ島に滞在していた二人が最終的に落ち着いたのはオーストリア国境にほど近いトリエステだった。ビクトワールはそこで乳がんのため死去した。一年後の1800年、アデライドもローマの亡命フランス人たちに混じって死去した。二人の遺体は、後にオイルイ18世によりフランスへ運ばれ、サンドニ大聖堂に葬られた。 ありがとうございます。